小子のやまユンタクたイ <laughs>、はい、タイグスーヨ中華なびら」。はね福岡からッチハーピタルトミショーコンディりちょいびん。血なぬくての赤いビランシがグスーヨから刺身装置ならしくみそソリをたゆうたさるとおにぎえさび というわけで皆様、あ、改めまして、こんにちは。はい、はい、はい。今日は12月10日、木曜日、お昼の日でございます。というわけでですね、えー、私、ナイチャーであります、倉富翔子がお届けしております、沖縄の民謡番組、ナイチャー翔子のようもやま4択。今日もスタートでございます。というわけでね、えー、皆さんぜひ、今日も1時間、ごゆるりとお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。 えー今日はねね、えー、くの空模様となっってておりまます、えー、雨も、ねえー、降ってました今はちょっとやんでるのかなちょっと風も強かったりするんですけれどももうなんとなくですけどやっぱりこう雨が降ったりするとまた翌日はちょっと寒くなったりとかしながらねどうやらどうやらもうそろそろ冬の気配といった感じでしょうかね。でも なんかやっぱり今年は暖冬暖冬だと言われるだけあってなんだか洋服の迷う今日この頃 <laughs> この頃ですねはいまあ皆さんねあのこういった時期はやっぱこの気温がねの変化が大きい時期でもあってなので皆さんあの風なんかひかれないようにねこの時期は結構こういう,こう体調の急激な変化とかこの気温が 心臓に負担がかかったりとかって結構あったりするので皆さん是非元気に過ご,しな過ごすことができるようにね是非是非気をつけて、えー、毎日過ごしていただきたいなと思っております。えー、先日ですね先週の放送か編集の放送では、えー、島唄継承企画プロデューサーでもありました島袋達也さんにね お越ししいただきましてお話のね、えー、伺いましたけれども、えー、12月6日の「島田景勝ボリューム1リスペクト配る長期」行かれた方はどのぐらいいらっしゃるでしょうかねいやー盛りだくさん内容盛りだくさんであのー、とっても楽しいまた勉強になる企画でしたねあれは見な,い見なかった方は損してるかもしれないです本当に。 <laughs> で、えー、っと今回はねいざな役という形で佐田尾先生そして、えー、またあの特別ゲストということで山里由紀さんも、えー、いらしていてで若手6人で。 えーまあ、福原長樹先生のね作品を紡ぐといった感じだったわけですけれどもまあ途中にですねまあ大体のこの歌会だったりするとまああんまりテーマが決まってることっていうのはなかなかねやっぱりなかったりするわけですけども、えー、今回「リスペクト福原長期ということで、うん、え福原長樹さんの作品がほぼほぼ 中心に行わわれれていたけけですけれどもよくよく考えたらこの福原長樹さんという方は本当にたくさんのね民意を生み出した方なんだなということを改めて、えー、感じた次第でもありました。でまたあの福原長樹さん、えー「チコンキー福原」バルというふうなね愛称、えー、もあるわけですけれども、えー、なぜ、えー、福,原さん福原長樹さんが「チコンキー福原」バルというふうな、えー、名前で言われていたのか。えーその 福原,さんと福原長希さんとそして蓄音機との関係から始まりましてねでまたあの福原長希さんがどんな人だったのか、えー、また山里由紀さんはね「えー、と夢の歌」という福原長希さんの作品を歌っていらっしゃるわけですけれども、えー、この,あの福原長希さんのね、えー、歌、えー、なぜそれを歌うことになったのか。 ということまでね。お話がありましたよね、えー、本来、えっ、ー、と石原節子さんと、えー、山里ゆきさんのところに、えー、福原直樹さんがこれ歌わす。歌はしたいということで、歌を持ってきてくださって、その時に持ってきた。持ってきていただ,いた,だいた曲が品質鳥と、えー、そして夢の歌。歌 この2曲だったそうなんですけれども山里由紀さんとしてはね「品、え、質、ー、とり上等安さや」と思ったらしいんですけれども、えー、上根村健康さんが「いえ売りがりはましある」リリっていう話でね「あのー、い,いいはずよ」っていうことで「夢の歌」っていうことでね、えー、おすすめをしててでまたそれが、あのー、山里由紀さんの作品,の中作品としても大ヒットされたと、まあ、そういう話があったりとか。 えー、あとはねあのー、これはもう最後の最後らへんで、えー、お話をしていたわけですけれども「ハンタバル」ですね「トゥルルントゥルルン」する弾き方あれはあのやっぱりこの福原長樹さんっていう方があのハンタバルの譜面をまとめられたのは福原長樹さんだということででこのこの「このトゥルルントゥル,ルン」っていうこの弾き方っていうのがね、えー、なかなかもう珍しい。 でももう代表的な、ねえー、形として、えー、今でも残っていると、えー、そういうね話から、まあ、そういう意味ではねあの今回の講演この歌だけではなくてねその歌の,このバックグラウンドこの,この歌はどういう形で生まれたんですよということだったりとか、まあ、そういう意味でね本当にあの勉強になる。 本当に、ね、いい機会だったなあと思っております。であの一番最後の最後本当にアンコールまでいらした方どのぐらいいらっしゃいますかねあの沖縄の公演だったりするとなかなかアンコールっていう時までなかったりしますよね。アンコールあの普通にこう、まあ、カチャーシーとかをやってドンチが閉まって「はい終わりです」っていうのがまあ大体の。 あのー、ステージの定例だと思うんですけど「あのー、ミュージックタウン」が「ミュージックタウン」の方でねやったんですけどもあのー、一度勝ち、まあ、足で締めた後に、はいえー、アンコールという形でねもう一度出演者の皆さん若手の皆さん出てきてくださいましてで、えー、今回「ボリューム1ということで福原長樹さんを「 えー、リスペクト、えー、特集して、えー、今回お,とお届けしましたけれども来年はということでね、えー、来年の予告ともども、えー、アンコールがあったわけですよ。もうでもねアンコールまで見ていらっしゃる方がいらっしゃるので。 もうこれは公になってることなので <laughs> なのでまあもったいぶることもないわけですけれども、えー、来年はですね千奈定槃さんの、えー、リスペクトということで、えー、お届けしていくと、えー、先週のね達也さんの話にもありましたけれども、えー、沖縄の民謡が、えー、こうずっと先人のね、えー、先輩方の、えー、皆さんが、あのー、こうまた豊かに。 こ,う育ててきたこの沖縄民謡というこの文化をまたこの後世に次の次世代に紡いでいくいでいくそのためにもこの先,先輩方のものをまたえと勉強してまた次の世代にまあそういう企画ですので来年は千奈定汗さんのことを特集しながらね1年後に会いましょうということでありましたけれどもね あのー、本当にね今年の,あのボリュームワ1ということで行われましたが、あのー、第1回目にしてもすでに結構満パンのパンパンのね、あのー、お客様だったのでまた来年この評判を聞きつけてね来年こそは行こうって思,思われる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど。 えー、もうすでに言いますけれどもチケットは早めに <laughs> 早くね、えー、確保していただいて、えー、ぜひお出かけになっていただきたいなと思っております。それではですねそんなこんなでしたけれどもこの「リスペクト福原長期ということで、えー、先ほどもねちょっとお話をしましたが、えー、福原長期さんの作品で、えー、山里由紀さんのね えー、歌声で、えー、お届けしたいと思いますお届けしましょう夢の歌どうぞ はいナイチャー証拠のよまいまい円卓この番組はテレアカツタケ三振店ミーヨースナック陣東洋琉球ダイニング付着58番地 3S 合同会社株式会社サンワハウス以上各社の提供でお届けしております、えー、歌の方はですね山田とゆきさんの歌声で夢の歌お届けいたしました いやいやいや、素晴らしかったですね。どうでしたでしょうか。あの、行かれた方、そしてまた、あの、ちょっと今回行けなかったよという方もね、いらっしゃたと思うんですけれども、まあ、ぜひぜひ次回には行っていただきたいな。本当に本当に。あのー、まあ、あの、先週のね、えー、達さんのお話の中でもあったんですけれども、あのー、ちな塾といってですね、まあ、月1回なんですけれども、 えー、佐藤先生を筆頭に、えー、若手の皆さんだったりねまたこの先生と年の近い先輩方とですねまああのユンタク会みたいなんですねがあるんですけどもまあユンタクといってもまあ本当に普通のね普通の話からただ単に下ネタからいろんな話があるんですけどでそのまあ、いろんな話をしてるの中でねあ そういえばこの歌はここんなだよとか、えー、この歌の中に出てくる登場人物はこんな人でねとかっていう話がちょこちょこ出てくるんですね。あのー、もちろん三振を引いたりとかっていうことはもうほとんどなくて、えー、歌を歌ったりとかっていうことではないんですけれどもただその歌の背景だったりとかこの歌詞は あの皆さんこんなして歌いけれども本当はこんなじゃなくてこんなだと思うっていう話だったりとかねそういうのが、まあ、ちょこちょこちこりばめられているその「名塾」というあの、まあ、勉強会というかね勉強会っていうと勉強してる感じですけど、まあ、あのみんなで集まって楽しく飲む会なんですけどでその千名塾のこの雰囲気っていうのはまあなかなかね味わえないというか。 この先輩方に、えー「これはどんな意味ですか?」とかこ「こんなこんなこんな」っていう風なのはこれはどういうことなんですかねとかっていう、えー、たまにこんなちょっと真面目な話もしながらなんですけどこういう機会って実際本当にこの日常的にはあるかっていったらあんまり想像はやっぱりないんじゃないかなと、まあ、自分としては思ってましてね、えー、もちろんこの,あの自分の先生がいらっしゃる時に先生とこうやってあの 稽古とかしながら先生これはこんなですかあんなですかっていう話は、まあ、聞いたりはする機会は私はできるだけ作ろうと思ってはいるんですけどもあのまたこの佐藤先生がこう持っていらっしゃる知識だったりとかあとはまあこの先人のねこの大先輩方もうあの先にねあの天国の方に行かれてる先輩方とかっていう、まあ、いろんな先輩方との 直接的な交流があった佐藤先生ならではのお話が聞けるという、まあ、そういう意味でその綱宿というのはとてもこう貴重であ,のありがたい場所ではあったりするわけですけれどもその綱宿のね雰囲気が、あのー、この直接こう会場にね持ってこれたような、まあ、そんな感じの、えー、ステージにな,なっているんじゃないかななんて私もこの間見ながら思っていました。 あのなかなかねこのトーク <laughs> トークをしている感じとかっていうのはまあなかなか多分見ないですよね歌ってる方のねでこれはこういう、えー、気持ちでやったんだろうなとかっていう話とかをまあたくさん聞きながらこのまあ私はできるだけ例えばこの「 歌の背景とか、えー、もちろんその歴史的なものとか、まあ、もちろん意味なんかももちろんそうですけれどもそういうのを、あのー、勉強しながらね、えー、歌っていこうと思ってはいるわけですけど実際にでもこう民謡大好きな方々がそういった話を聞く機会っていうのはねやっぱり好きであってもなかなかそういう機会って恵まれることはやっぱないと思うのでそういう意味ではね あのとてもいい企画だったなあと思っております。でまたね、えー、次回は「ちなてはん」ということでですのでてはん先生もねいろいろな曲作っておりますが、えー、この歌会の中でもね、あのー、一番最後アンコールに歌われましたが、えー、続いての曲はですね稚なてはんさんの、えー、作品の中から 上短歌お届けしたいと思いますそれでは皆さんどうぞ はいナちゃう証拠の4やまユんたくこの番組はテレア勝ケ三親店民謡スナック陣頭洋琉球ダイニング付着58パンチ 3S 合同会社株式会社サンワハウス以上各社の提供でお届けしておりますお届けした曲は、えー、ちな定いんさんの歌声から上短歌お届けいたしました まあねあねのー、来年の島尾リス「島唄景勝ューム2リスペクトチナ定範ということでね、えー、皆さんぜひ楽しみにしておいてください、えー、先ほども言いましたけれどもあの沖縄の人の多分悪い癖ですよねこういうなんか公演がある時に「えし、ー、もさ」みたいな。 あとからでも大丈夫よ席あるよみたいな感じでね <laughs> あのー、手配がついつい遅れちゃうというのがまあ沖縄の人の悪い苦戦なんじゃないかなっていつも思っちゃうんですけどあのー、ぜひまたね今回のあのー、大成功のまた次の公演ということであのー、またね大盛況になること間違いないと思いますので皆さんぜひぜひチケットの手配はお早めにまあ1年前にいてもしょうがないんですけどはいということでございまし えー、さてさて、まあねあねのー、先週はこ、あのー、この島田継承週末にありまして、えー、また、えー、またねあのー、三振頑張ろうって思った次第ではあるんですけれどもそんなコーナーで,ですね、えー、私も、えー、今週じゃないな来週ですね、来週、あのー、ポスターがあっちに貼ってあるんですけどうるましい。 産業祭りの方ですね今年もあの出させていただくことになりましたありがとうございます <laughs>、えー、今年はですねうるま市、えー、合併10周年記念ということでね明日もっと好きになるうるまうるま市産業祭りということで、えー、12月19土曜日、えー、そして22日曜日、えー、来週 来週,あ来,来週の土,土曜日日曜日ですねで行われることになっておりますでまあ今年はね10周年にふさわしくうるま祭りなんかもそうだったですけれども、あのー、ニコニコ町会議ね、あのー、こうちょっと全国的に活動をしているこのところとこの一緒に 一緒になってやるっていうね。うるま祭りだったわけですけれども、えまた、今回のね、うるま市の産業祭りにも。実は、あの吉本の、えー、ビッグネームが <laughs> 来てくださるんです。すごいですよ。今年、本当に、うん、えっと、十九日土曜日はですね。八点六秒バズーカー、八点六秒バズーカのライブ。えー、そして、えー、二十日日曜日はバンビーノのライブということでね。えー。 ぬうたっていう方もいらっしゃると思うんですけど多分あのお孫さんあたりはね必ずわかると思うんです。えー、もう本当にテレビではね、えー、見ない日がないというぐらいもう大活躍だったお二組なわけなんですけれどもこのお二組がですねうるま市に参りましてで、えー、ライブでね産業祭りを盛り上げてくれるということでございます。えー、私の方はですね えー、19日の土曜日、えー、野外ステージの方でですね、えー、ステージの方を出させていただきます去年もですね、えー、実はこの野外ステージの方を出させていただきまして、えー、でその前にも出たことがあるから今回が3回目になりますね3回目になりますがあのー、嬉しいことでございますね、えー、12時から、えー、19日土曜日の えー、12時から民ン、えー、ステージということでね、えー、行います、えー、相方はですね去年に引き続きですが、えー、私倉富翔子とそして玉城小百合さん小百合さんがね来てくれますえ小百合さんはですね北谷、まあ、町出身ではあるんですけれども実はすごい石川と縁が深くてね、えー、石川といえば皆さん何ですか石川といえば牛ですね牛闘牛ですね 牛かな屋でもあったりするのでさゆりさんねなので先日は太一さんのねこの闘牛の番組に出たよっていう話もしておりましたけれども、うん、まあの自分のね牛さん大好きで「らくいしじろう」という、えー、歌牛さん飼ってるんですけどもで牛さんがこの間ジュニアを誕生させましてね。でジュニアがようやくこの パーパーと一緒の牛舎になったということであもう可愛いんだよーっていう話を <laughs> いつもしてるんですけどもそんなちょっと石川ともねゆかりのある、えー、玉城さゆりさんとですね一緒にステージを盛り上げていきたいと思いますえー、8.6秒バズーカのライブはですね体育館の方で行いますねえー、お笑いのライブの方は体育館の方で行われますがえー、これが11時からなのであのお笑いのライブを見ていただいて でまたあのー、間にいろいろなねあのうるま市の物販なんかもありますので皆さんぜひ見ていただいてそして、えー、また12時からのね、えー、私倉富翔子とそして玉城サイリーのライブの方も見ていただきたいなと思っております。 でね、この野外ステージと、そして体感ステージと、ステージがね、あのー、2カ所で、えうるま市の産業祭り盛り上げていくわけですけれどもね、えー、野外の方では、この飲食のブースだったりとか、あと農産物の販売ですね、えー、そして、あのー、うるま市と、えー、姉妹都市ということで提携をしておりますが、えー、岩手県盛岡、 こちらのね、えー、物産展の方も同時に開催ということになります。盛、えー、岡にはね、私一度遊びに行かせていただきまして、で、あの、あちらの方であの演奏もしてきたんですけれども、うるま市のね、授業の中で、あの、行かせていただいたんですけどね、あの、ちょうど2月のとっても寒い時期だったですね、寒い時期に。 で本来はこのうるま市その当時の商工会長でもありました山城さんと一緒に盛岡であの演奏してくるはずだったんですけどあの前日に電話が来ましてね「商工ごめん今から緊急入院になったからお前一人で頑張ってこいや」という電 <laughs> 話がありましてもうあのいつもテーファーなことがね大好きな方なんでマスクやと思ってたんですけど話を何度も何度聞いても。 あの嘘だよっては言わないのであこれは大事なタンと思って <laughs> 一人で行くのかと思いながらでもあのその時にね一緒に行っていただいたうるま市の、あのー、観光家の皆さんにもねだいぶお世話になりまして皆さんに助けて頂い,いてあちらでのステージは無事に終えたわけですけれどももうね盛、あのー、岡とてもねあの人の温かい、えー、ところでありまして、えー、そして あの沖縄の方言あの沖縄の方言というのは私は教え,て教えることはできないわけですけどもあの逆にあちらの方言をね教えてもらったりして本で亡くなってしまってとか,とか <laughs> ちょっとだけ覚えてるんですけど、えー、まああの,ー、あの酒,を酒を飲んで本で亡くなってしまってなんかそんな感じの。 酒を飲んでちょっと訳が分からなくなってしまってみたいな言葉とかをねちょっとこう文章で教えてもらったりしたんですけどあのとても楽しい盛岡でしたねであ,あちらに行ったらあちらの地酒であのおもてなししてくださったんですけど私がですね「あの朝開き」というね日本酒美味しかったんですよ本当にで あのー、私はあんまり酒飲めないんですけど基本的にあまり飲めないんですけどねあのー、ですけれどもこの朝開きは本当に美味しくてねついつい飲み過ぎてしまって2日用意するという <laughs> 飲み過ぎてしまったね えー、そういうことを経験した楽しい楽しい盛岡での思い出がありますがそんなね盛岡の、えー、物産展も、えー、同時に開催ということになりますのでね、えー、沖縄にいて本当に美味しい日本酒が飲めるっていうのはなかなかねないと思うので是非皆さんねこの朝開き飲んでいただきたいな今年もいらっしゃると思うのでね朝開きのあのー、販売もされると思うので去年買ったんですよ去年も買って。 今年も買おうかなと思ってますけど皆さんぜひね、えー、盛岡の物産展の方も遊びに行っていただきたいと思いますそしてね、うん、えっと盛岡だけではなくて、ね、静岡の物産フェアも特別開催となっておりますしあとはですねイハメンサーの体験教室ありますねイハメンサーミンサー織ですねあのこれのこのイハこの本当に石川の えー、昔からの形のイハメンサーということでね、あのー、こちらの体験教室もあ行われるとそしてその次の日20日の日日曜日が、えー、全沖縄山,芋山結ぶとなっておりますよ山も大ファンの方あのー、去年もそうだったんですけどあの外でね山芋の方たくさん置いてあったりするので皆さん是非見ていただきたいですね でこれラジオ聴いていらっしゃる、えー、方で県外の方なんかはね山芋と言われると多分あのとろろ芋みたいなこう何ていうのこう細長いこう吸って食べるタイプのものを多分思い浮かべると思うんですけど沖縄の山芋はねあのちょっと様子が違いますよね。1 <laughs> 株からねえー、100何キロと取れるわけですけれども。 あのー、とってももうなんかグローブがグローブが100倍ぐらい大きくなっちゃったみたいな形をしているものとかがあったりするわけですけどとってもねおいしいですよねスーチカーと一緒に炒めたりしてねあおいしいおいしい <laughs> そんな山芋の時期になっておりますかね、えー、というわけで山芋スープもありますのでね、えー、皆さんぜひうるま市の産業祭り、えー、足を運んでいただけたらなと思っております。 えー、さてさて、えー、一曲ねまたお届けしたいと思いますよ。えー、先日のね「えー、島と継承の、えー、出演者でもありました松田和俊さんですね、えー、が、えー、また先日、えー CD を発売になりまして、えー、松田和俊歌しゃみということでね、会場の方でも販売しておりましたけれどもね、えー、こちらの、えー、アルバムの方からね、お届けしたいと思います。行くよどうぞ ナイチャー商工のヨマヨマヨタクこの番組はテレアカツタケ三振店民ー,ースナックジン東洋琉球ダイニング付着58番地 3S 合同会社株式会社サンホハウス以上各社の提供でお届けいたします <laughs> お届けいたします <laughs> はいというわけでねお届けしたのはえ松田和俊さんのえ新しいアルバムね「歌シしゃみ」というアルバムの中からお届けしました「ギーくよ」をお届けいたしましたはいまあねあのまあ12月もいろいろと行人目白押しでございますがぜひね12月19日見に来ていただきたいですね昨日さゆりさんとお話ししましたけどどんなしようかねって,って話をしてたんですけど 楽しくなりそうですよ。<laughs> 楽しくなりそうですよ。ちょっとドキドキしてますけどね、大丈夫かなと思いながら <laughs>、ドキドキはしておりますが、まあ、楽しくなりそうな予感満載でございます。ぜひね、遊びに来ていただきたいなと思います。えー、そしてね、えー、先週から、えー、うちの、えー、スポンサーになってくださっております、さんワハウスさんですね。えー、防音工事の えー、会社なんですけれども昨日ねその、えー、上名社長とお話しさせていただきまして、えー、とてもあのお話盛り上がりましてね <laughs> 3S 合同会社あの福島さんのおかげでお話もスムーズに進みまして、えー、またあのちょっと CM の方も少しずついじりながらねやっていこうと思っているんですけれども。 あの何にせよこうやってこうお仕事をしている中で人とつながりができていくのはね楽しいことだなあなんて思っておりますが、えー、またね12月12月そうそうそう,そうもうこれ今日12月の10日でしょでえー、っと本当にこれ丸4年になるんじゃないですかね。はんお <laughs> 丸4年今度 次の放送からもしかしかかて丸5年目に入るのかなん4年ん <laughs> もうもう覚えてないですね。覚えてないですけど、丸あ4年目に入るのかな。さて、どっちだったでしょう。<laughs> もう本当にね、ありがたいことでございます。皆様のね、おかげでございまして、えー、放送の方もね、えー、どうにか頑張っておりますが。 そしてまたこれからもどうにか頑張っていくんですが <laughs> 皆さんねぜひ放送のね、えー、お付き合いいただいてる優しいリスナーの皆様これからもどうぞよろしくお願いしますね、えー、4年目いやもしくは5年目いや4年目だな4年目に入る、えー、ナイチェア証拠も頑張っていこうと思っておりますのでぜひぜひ応援のほどよろしくお願いしたいと思います。 ささてさてとということでですね、えー、もうそろそろ番組の最後なんですけど最後何をかけようかなと思っておりましたが、えー、こちらもね福原長樹さんの作品になりますが神、えー、谷長人さんの、えー、歌声でね、えー、お届けします「えー、恨みの歌というね歌をお届けしながら本日は、えー、最後にしようかなと思っております。 えー、あのこの番組ね、えー、引き続き、えー、皆さんからの、えー、リクエストメッセージ、あのー、募集中でございます。あそう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 この番組ですね、あのー、2ヶ月ぐらい前からしれっとしれっと <laughs> しれっとというか。 あの FM ウルマのね番組が2ヶ月もう3ヶ月ぐらいになりますかねあ YouTube でえー後々ご覧いただけるようにもなっておりますのでねえ皆さんそちらの方もチェックしていただければと思いますあの YouTube に乗る分とかえとあとはあのブログでね後々え乗るものというのは実はあの私のおしゃべりが聞こえてる状態でしてなので CM とかあとはこのかけている音源なんかはねあの実はちょっとあの、まあ、大人の都合でちょっとないわけですけどもぜひでもねユンタクなんかをあの聞くのにぜひ YouTube なんか見ていただけたらなと思います先週のね放送なんかはターツーさんのいろいろな話が聞けますので面白いかなと思いますが皆さんぜひぜひね YouTube の方もよろしくお願いしたいと思いますというわけで、えー、最後になりますが 神、えー、谷超人さんの歌声から、えー、恨みの歌お届けしながら、えー、本日の放送は終了となりますじゅうやグリマィアンシェイグリサビラバイバイ